英会話で言えないことを言えるようにするテクニック。hello。ゲララングチオンライン講師の右半身です、えー。英会話をしてる時に、ああ、この単語言われへん、ああ、この表現知らへんとかって言って。ね、言えないことって常々あるんですよね。で、それを、じゃ、言えるようにするにはどうしたらいいんですかっていうテクニックを今日は紹介したいと思います。えー、っとね、要はね、自分の知ってる単語で、違う言い方で。 え表現ししてていいいくっていうしか本当に実はないんですよねだって自分の手持ちの道具しかないんだから。で英会話ってなんか難しいことを言えるのが英会話できる人って皆さん思ってるかもしれないんですけれども英会話の基本っていうのは簡単なことを着実に言える。 で、この着実に言える、いわばその自分の使える道具ですよね。この簡単な道具をいかにたくさん持ってるかっていうのが、こっちの方が大事なんです。難しいことを言えるっていうよりも、この簡単な道具をたくさん持ってる。手持ちの道具がたくさんあるっていうことの方が絶対に大事なんですよね。さあ、ということでね、今日はね、えっ、ー、と、昔話ですね。 えー、日本の昔話を使って、えーと、この言えないことを言えるようにするテクニックなんていうのを紹介していきたいと思います。えー、日本の昔話も、も桃太郎とかね、いっぱいありますけど、今日はね、かぐや姫を使いたいと思います。 日本の昔話を外人さんにこんな昔話があるんですよねって言って紹介するつもりで話すようにしてください。なのできっちりとした役っていうのは絶対にいりません。こういうざっくりとした話なんですよっていうポイントですよね。で、要はね、ざっくり力とかっていうのもすごい必要なんだよね。細かくなってたら会話なんて絶対にできません。さあ、ということでね、始めていきたいと思います。こんな感じでね、外人さんに紹介したらいいんじゃないですか。 I'm gonna tell you an old story of Japan. 日本の昔話をしますよっていう感じですね。It is called Princess Kaguya.Kaguya、えー、まで英語に訳す必要絶対にないからね。なので、Princess Kaguya っていうふうに言ってもらったらいいと思います。さあ、ということで。 ここ見ていきましょうか。えー、昔々これは決まって言い方がありますね。Long time ago、これでもオッケーですし、Once upon a time、こういう言い方もできるんですよね。で、えー、と今日ができる前のお話ですってこんなんね外人さんに言う必要あります？今日っていうなんか。 ね、まあコンセプトももうないしだから Once upon a time ここまで全部こうやってまとめちゃうんですよね。で「駿河の国富士郡に姫名郷現在の富士市ひなと呼ばれる里がありました」って言ったら、えー、こんなみんな土地名とか知らないからね。なので「えー、There was a village」。 Near o u マウント・ j i これでいいんじゃない私もこのバージョンで知ったんですけども、富士山の近くの話だったんだみたいな、そんな話ですよね。子供の頃読んだ本にはそんな場所の名前さえなかったもんね。さあ、じゃあ次行きましょう。えー、この里は富士山を真正面にあごおぐ麓にあって、ここ、あの、ここね、割愛します。だってさっきニア・マウント・ j i って言ったから、これで OK なんですよね。村人たちは朝な夕なに綺麗な富士の山を仰ぎ、 えー、南に日が広がる青い海や伊豆の山々を眺めて暮らしてました。ですよね。なので、村人たち。えー、people enjoy the view of Mount Fuji。これぐらいでいいんじゃないだっていいと思います。で、あの、南に日広がる青いや伊豆の山々とか、なんかね、もう知らんから、だから、 People enjoy the view of Mount Fuji. これでいいと思いますね。<laughs> じゃあ、そしてこの姫名の里に、里に子供のいない老夫婦、えー、沖縄と乳母が住んでいましたっていうことですね。なので、これはおじいさんとおばあさん住んでましたのところなので、There was an old man and、uh, an old lady でオッケーだと思います。えっ、ー、と、沖縄は裏山の 竹を取ってて暮らしていりの,のおた竹取の大きなとか作畜かなのおきな、えー、または近くに秋深くなって出てくる竹が生えてくることから完、えー、竹のおきなとも呼ばれていましたもう要するに竹地みたいな感じですよねなので竹を取って暮らしてたんだよねなので「He picked up bamboos and sold to Make a living. こんな感じで言ったらいいと思います。And he was called bamboo man. こんな感じでいいんじゃないですかね。そしてそんな大きなとウバーは子供を授けてほしいとになりながら暮らしていましたですから大きなと,とウバーはまあ要するに夫婦なんですよねだからカップルって訳したらどうかな。なので The old couple wanted to have a baby。 こうすると簡単にね、伝えることができますよね。こんな感じですよね。要はもともかく、あの、言いたいことの芯だけ捉えて、それを自分の知ってる単語、英語に直していくんですけども、できるだけ簡単なものにね、言っていったらいいと思います。今私が全部言ったのって、全部中学英語だし、めちゃくちゃ簡単で、 ね、あの訳をしてますよねあのしっかり訳そうと思えば別でできるんですけれどももうそんなことでやっぱり伝わることの方話のストーリーが伝わることの方が大事ですよね。さあということで続きやっていきましょう。ある日のこと one day ですよ大、ね、き、えー、縄が裏山に竹を取りに行くと一本,の根元が光あ一本の竹の根元が光っているではありませんかということで光った竹を見つけたんだよね。Uh, one day he found A bamboo. ここで1回切って「and the bamboo was glowing」「glow」っていうのはなんかこういう状況でこう光がパッとあの光るっていう状況を指すんですけども、まあ、もうそれ分からなかったらとかそして、えー、不思議なことがあるもんだと思いながら竹を切りました。 と中に1寸 3cm のほどの女の子がいましたということなので、えー、The man、uh, cut the bamboo and found a very little girl inside こんなんでいいんじゃないですかね。The she was about 3cm tall とかいうふうに言ってもらったらいいと思います。 で、子供がいない私たちに神様が授けてくれた。えー、he thought God gave them a baby これだけでいいよね。と喜んだ沖縄は急いで家に帰り、乳母と共に大切に育てました。And he brought the little baby home and 育てるだから raised And the old couple raised the little baby. こんな感じで言ったらいいよね。そして続きは女の子は可愛く美しい娘に成長しました。いきなり成長するんだ。Okay, and the baby was really pretty and she grew up to a beautiful lady. これにしようか。そして村人たちは光り輝くような美しい女の子をかぐや姫と呼びました。and People called her Princess これだけでいいね。で美しい娘が姫名の里にいるという噂は国司の耳にも届き国司も使いを出して結婚を申し込みました国司っていうのは、えー、私も日本語知らなかったんですけども要はあのその土地の長ですね一番偉い人ですねなので「キング」って言っちゃっていいと思う。だから The King Heard the beautiful about lady になるよ、ね、で「使いを出して」とかそこら辺ももう全部あの省略しちゃってで「He proposed to her」しかしかぐや姫は国示の求めを断りましたので「But she said no」これじゃないめちゃくちゃ簡単に言うならば。えー、諦めきれない国示は「あなは」 この姫の,あの里にやってきて熱心に求婚したのですっていうことでこんな感じで通じるよねで国士の真剣な愛を受けたかぐや姫は国士と一緒に暮らすことにしました And、Ka uh, Princess finally decided to live with the king これでいいんじゃないですか さあお話はね途中までになりますけれどもいかに簡単にして自分の言葉にざっくり言い換えて言えない単語とかは無視して話を伝えるかっていうそのスキルですよねなんかこういうなんか昔話とかをこう自分の言葉で言い換えるっていうのはなんかすごいいいトレーニングになるんじゃないかなと思うのでぜひともやってみてください。さささああ皆さんお疲れ様ででしししたた番組を最後まままごご視聴くだいいてありがとうございました ちょっとでもいいなって思ってもらったら、いいねボタンとあとチャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。Thank you very much for watching the lesson. I'll see you in my next video. Bye for now!